それでは、リーブラシライブ、オリジナルキャラクターの制作、続きをしていきます。で、前回は、スカートの制作をしまして、で、まあ、大体、それなりに形にはなってきた。ですけれども、まあもうちょっとこう芝をいじってから、まあセーラー服のつもりなのでプリーツスカートの折り目を入れてっていう手順なんですけど、まあ他のパーツも作って全体のバランスを調整したいので他のパーツも作っていこうと思います。で、今日はローファーまず作ります。で、ローファーというと、の資料をまず集めて、まあまあこういったものを作ります。で、自分の場合はどうやって作るかというと、まず片足だけ用意して、で、不要なところのポリゴンを削除したいんで、サブディビジョンレベル消してデルヒデンで非表示部分を消します。で、かかと、まあ、ローファーって、かかとちょっと上がるので、まあ、その辺の靴底の形をちょっと素足の方に、あらかじめ、造形しておきます。で、あと、つま先もちょっと上に上がるんですよね。なのでこうマスクを思いっきりブラーかけてトランスポーズでつま先が上に向くようにローテートですね、トランスポーズのローテート、でこれはギズモで回してもよくって、ちょっとポーズのために全体が斜めなんで、ちょっと垂直方向に少し戻します。で、こういう時に、デフォーマーを使うと全体を動かしたりするのに便利ですね。で、こっちの素足の形が、まあ、全体、靴の形にも影響するので、少しきちんと形を整えておこう、おかないと、ちょっと後でいろいろ直しが多くて大変かなと思います。いつの間にかコメントがいくるか来てましたけど、はい、おはようございます、よろしくお願いします。ちょっとまあこの配信は日本語オンリーですが、英語で書いてもピクソロジックのスタッフさんが英語で答えてくれるので、まあどんどん書き込んでください。
で、こんな感じで、まあ、とりあえずなんとなく、足を作りましたら、ですね、やっぱクリップカーブじゃなくてもいいかな、どっちがいいかな、クリップカーブとかで、で、まあ、コントロールシフトを置いてこう線を引いて、まあ、こんな感じでスパッとやるんですけど、でこの時にコントロールシフトをしながら、スペースキーを押すとこうメニューが開きまして、まあ、ポリグループっていうボタンが出てくるんですね。ここをオンにすると、スパッと、はい、わかりづらいな。切った時に、切った面が、別のポリグループになる。まあ、クリップカーブの場合、切ってるわけじゃなくて、この線に頂点を揃えてるだけですので、実体はポリゴンが削除されたりしてるわけじゃないですけど、そういう動作をするのは、トリムカーブの方ですね。ただトリムカーブってこう切った時にクローズホールの動作してるんで、必ずしもここですね、切った線に沿って面が貼られてるわけではないっていう動作になってるので、今回はそうなってしまうと困りますので、切った面に、切った面のところを別のポリグループになるようにクリップカーブを使います。で、靴底に相当する部分をクリップカーブで、線を描きます。で、そこがこう別のポリグループになってる。で、そしたらそのポリグループ、靴底のポリグループだけ残して他はポリゴン削除しちゃいます。ちょっと戻して戻して、この足はこの足であった方が靴作りやすいので残しておきます。で、これがまず靴底で、自分の場合は結構その靴底から作っていくケース、あ、じゃない、ごめんなさい、間違った、逆これはこのまんまでいいので、あとはこっちですね、まあこれで素足からこう靴底と靴の形を取っておく。大体こんな感じですかね。まあ、靴底今、マスクのブラから下に靴底のポリグループを移動しました。で、これをリリメッシャーでリトポすることで靴の形整えやすくします。もっとローポリの方がいいので、で、この時に、靴の中心に1本ループになる線が入ってた方が、形整えやすいので、スライスカーブで、ポリグループを分けておきます。
めっちゃ斜めになってますね。でこんな感じで真ん中でポリグループが分かれるようにして、質問が来てますね。求人中ですか？求人は常に行ってますので、自分ワンダフルワークスっていう会社も経営してるんですけど、もし入社したい、またはアルバイトしたいっていう希望の方いたら、会社の、ですね、採用情報のページから、連絡していただければ助かります。で、作業の続きですけど、ここ今何回かスライスしたんでポリゴンがすごい三角形だらけで切れてますけど、まあこれも 3D メッシャーでリトポするんであんまり気にしなくていいかなと。あ、そうだ、一つ言い忘れてました。今回の放送から、Z ブラシ2019にアップデートしました。まあスポットライトのシルエットから作る機能とか、まああんまり試してないんですけど、あんまり、そうですね、2019ならではの新機能を使ってどうこうっていうのは、今回のキャラクターだとあんまりないかなっていう気がします。で、Zメッシャーの Keep Polygroups っていうオプションオンにして、でもう一回 Z リメッシャーですると、真ん中で切ったポリグループ維持しながらもう一回リトポしてくれます。でその時にこうぐちゃぐちゃだったポリゴンとか、まあこの辺ちょっとこう90度カクカクって曲がってるようなところも綺麗に一直線になるので、あんまりぐちゃぐちゃになってても気にしなくていいかなと。ただグループの位置が若干左にずれて、向かって左にずれてるかなと思うので、もう一回スライスしてグループをまとめ直してから入りました。でもっとローポリの方がいいので、ターゲットポリゴンカウント0.5とか、ですね。で、縁の部分、こういうポリゴンのエッジ、ボーダーって呼ばれるところは、ループポリゴンになってた方がいいんですけど、こことかですね、ペンで書くと、ここがですね、こんな感じになっててほしい。まあこちら側も反対側もこうなっててほしい。今こう、赤だと見にくいですね、黄色線みたいになっちゃってるんで、ここの1点から2本の線が出てると、ですね、フィレットとかかけようとした時に汚くなっちゃうので、まあどういうことかっていうと、試しに作業すると、
こんなんして、こんなんして、こう足首の入る縁の部分を丸めようとしたときに、まああんまちょっと分かりづらいですけど、こういう1点から2本に分かれている部分で、このダイナミックサブディビジョンをかけた時の丸まり方が他のこっち側と変わってきちゃうので、そういう微妙な違いが嫌だなっていう話です。じゃあどうするか。まあ一つは手動で、ポリゴンを組み替える、もう一つはリリメッシャーで、やり直すっていう二つのケースがあるかなと思います。で、リリメッシャーやり直して変えたい場合は、まあ、このリリメッシャーガイドブラシっていうブラシを使って希望のポリゴンの流れになるように線を引きます。で、もう一回リリメッシャーで、これで必ずしも希望通りになるわけじゃないんで、そういう時はもう一回線引き直してリリメッシャーで、こんな感じで、まあ、一つの輪になるループ状のポリゴンになるようにすると。で、これが一つ、解決策ですけど、もう一つ、Facebook からもコメントが来てるんですね。はい。おはようございます。で、手動で直すときは、こっちは簡単で、スティッチ、ポイントアクションをスティッチにして、モディファイヤーをこう、ミッドポイント、まあ、真ん中にくっつくようにってことですね。通常はエンドポイントなんで、1、2ってクリックしたら、その2回目クリックしたポイントに移動してくっつく。まあ、逆、1、2って。まあ、逆の場合もあるんですけど、まあ、ミッドポイントにしたら真ん中でくっつくよっていう、この2点のポイントの真ん中でくっつくっていう動作になります。で、こっちはこれだけで、いいんですけど、こちらですね、緑のポリグループ側、どうやってループした、ポリゴンの流れにするかっていうと、ですね、結構スパッとすんなりいけるわけじゃなくて、結構自分もこうやってて、あれダメだった、やり直すかみたいな時もあるんで、なかなか難しいんですけど、こうかな。一応これでできたか。ああ、こっちをこうくっつければいいか。これでできた。で、どういう考えでやってたかっていうと、まず、こうしたいんだから、ここの線をまず入れようっていう考えで、まず線を入れました。で、やり方としてはディモデラーブラシのスプリット、これエッジのスプリットでこう
エッジの間にポイントを入れるようにして、その入れたポイント間で線を、エッジを足してくれるっていう機能ですね。なんで、この縁の部分に対して、スプリットすると、この線ですね。今マスクで囲っている。この線が追加される。ここだけ星。なんで、こっち、今マスクで囲んでる方はいらないと。なので、いらない線は、エッジアクションのデリートで消しちゃう。で、これで最初の線は追加されましたが、ここ三角ポリゴンだし、こっちですね。こっちの方はまだ一つのポイントから2本線がエッジが出てる。でよろしくないと。なのでこの線を消そうと。どういうふうに消せるか。これ D ブラシは三角形か五角形のポリゴンしか扱えないので単純にここのエッジを消すっていうのはできない。なのでこちらに線を追加して、で、消したい線、エッジをデリートして、ここで四角ポリゴンにする。そうですね。ここで四角ポリゴンに。なんで、今赤線で書いた、ところにエッジを足す。で、その足し方は、リモデラーのポイントアクションの、このブリッジってやつですね。ブリッジのこの2ポイントっていう方をオンにしてください。で、これは2つのポイント間にエッジをこう引きますよっていう。アクションなので、さっき言った赤い線を結ぶようにポイントを2回クリックします。で、これでエッジ追加されてるんで、このマスクで囲ってる不要なエッジはデリートで消せるようになると。で、最後に残ったここ、三角形ポリゴン。まあ、ディバイドすると三角ポリゴンって、まあ、汚くなる原因ってよく言われます。まあ、ただその、場所によって、必ずしも全部四角じゃないといけない。三角ってわけじゃなくて、三角があってもいいところはあるんですけど、まあ、ちょっとここは四角にしたい。ので、こういう形にしたら四角だよね。で、ここに線を引けば四角にできるよね。っていう、考え方です。なんで、まず、スプリットで線を増やします。で、そうすると、なんかさっき頑張って消したはずの、こういう斜め線が増えちゃうんで、これは嫌だなと。というわけで、ここに線を、ちょっと、なんか郵便が届いたので、ちょっと中断しますね。
はい、失礼しました。で、ですね、何でしたっけ？あ、そう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 。で、ここの線ですね、を増やすのに、黄色のところじゃない、青のポイントで、もう一回スプリットしてあげればいいんじゃないかっていうところですね。で、スプリットで真ん中に線を入れようと思うんですけど、これ一見線が入ってない、今までは線入ってたのに、このエッジの間にスプリットしても線が入らない、あれってちゃんと動作してるってなるんですけど、これは三角形ポリゴンが四角形ポリゴンになってて、線を引かなくても D ブラシ内で扱えるポリゴンになってるから線が引かれない。例えばここのエッジにポイント増やそうとすると、まあ、こういうところに線を追加しないと五角形以上のポリゴンになっちゃうんで、まあ、自動的に線を引くようにして動作するんですけど、そういう必要がない三角形ポリゴンに対しては線が引かれないと。ただしちゃんとポイントはできてるんです。ちょっとここら辺見にくいかもしれないですけど、Vモデラーのポイントを選択してる時の、まあ、表示の切り替わりがちゃんとできてるんで、ポイントはできてる。なのでじゃあさっき言ったポイントアクションのブリッジで線を引くことができる。で、この状態になったら、こちらで四角形ポリゴン、こちらで四角形ポリゴンで、エッジを消してあげる。で、このポイントをちょっと移動してあげると、まあ、これだと三角形ポリゴンっぽく見えちゃいますけど、実際は四角形ポリゴンなんで、こんな感じで移動してあげると、これですね。最初の想定のポリゴンの割り方になりましたっていう状態です。で、これだって一応あの縁の部分に対してループポリゴンを作るっていう目的は達成されてるんですけど、まあ、ちょっとここの四角形ポリゴンあってもなくてもいいかなっていうものなので、これスケッチでこのポイントですねをくっつけてしまっても構わない。むしろこっちの方がスッキリしてるかなっていう。とまあこれが手動で切り替える時のまあ やり方というか、自分が、考え方という自分の考え方ですね。ただ D ブラシ五角形以上使えないんで、手動でポリゴン組み直すってすごいめんどくさいっていうか、頭の体操になっちゃうというか、どうやってこう目的のラインになるように三角形と四角形組み替えるかみたいなのが難しいので、できれば D メッシャーで可能な限り目的のポリゴンの流れになるように調整した方がまだ楽かなと。ただやっぱ1ポリゴン1ポリゴンの調整はディリメッシャーだけだと難しいので、まあほんとスティッチでくっつけるだけとか、戻ってここですね、ここの変更をした時のようにスティッチでくっつけるだけみたいなやつはDモデラーブラシでやるっていうぐらいのバランスがいいんじゃないかなと思います。なんで自分も使用するのは D リメッシャーでできた方を使います。でですね、インフレートで今このトランスポーズのアクションラインの、ムーブですね
ムーブで、アクションラインの終点の赤い丸のところで、右クリックドラッグすると、インフレートの動作になるんで、これでちょっと足より大きくしました。あ、これギズモでも同じ動作できて、ギズモの場合は、黄色い真ん中の四角をコントロールドラッグですね。思えばこれちょっと動作違うんですよね。わかりづらいというか、なんというか。動作というか操作方法が違う。で、そしたら今度靴底ソールの部分を作ります。どうするかって言ったら、ポリグループ、は靴底とそれ以外の部分に、まとめ直して、靴底の部分をマスク、靴底以外をマスクしてしまうと、これはちょっと困った状態で、こうですね、靴底以外がマスクされてる状態で、ギズモの矢印真下に向くようにして、でコントロールをしながら下にドラッグすると、これあの D モデラーブラシでいうところの、エクストルードと同じ動作になるので、これでソールの厚みをつけてあげます。で、まあ分かりやすいようにソール部分別のポリグループにしておきます。で、あとはかかとのヒールの部分もう同じようにグループ分けて、それ以外はマスクされるようにして、コントロールドラッグで押し出してあげる。で、ちょっとずつ靴っぽくなってきましたかね。で、D ブラシで頂点揃えるときの動作ですけど、さっき言った、カーブクリップ。この靴底のかかとのところですね。ここの頂点を揃えるときに、ヒール以外の部分をマスクして、で、揃えたいラインに、揃えたいところに、クリップカーブのライン持ってきて、ポンと。まあこれで一応揃うは揃うですよ。ただ自分はこうやって揃えるときはほとんどなくって、なぜかというと、こうカーブ、クリップカーブ引いてるラインって、こう今コントロールシフトスペースでこうやって移動してますけど、靴底ってこっちのつま先側とかかと側の位置揃えたいじゃないですか。ただあのクリップカーブで、引いてる時って目分量なんですよね。どっかのポイントにみんな綺麗に揃ってるとかじゃないので、自分的にはちょっとあの整列してる感が弱いなっていう。じゃあどうするかって言ったら、自分がよくやるのは、整列したいポイントからトランスポーズのアクションライン引いて、ここをムーブで移動する。今シフトをしながらドラッグしてますけど、で一回引いてもまだこれきちんと揃いきってない時がありますので、一回こうやって動かしてからキーボードの位置を連打して、あのリピート動作をリピートさせる。でこれでもって、頂点を揃えてます。
X 底を今、今囲ってるところの頂点は全部、揃ってますけど、ちょっとはみ出してるような面があるので、そこはポリッシュバイフィーチャーズで、凸凹を鳴らしてあげる。他のところも同様に、ただポリゴンの縁の部分は動いてほしくないので、マスクのボーダーでマスクして、ポリッシュバイフィーチャーズという感じですね。で、つま先がもっと薄いですよね。なので、あと靴ってつま先に少し余裕もあるはずなので、もう少し前に持ってきて、薄くしてあげる。で、かかとの位置ちょっと変わっちゃったんで、あ、かかとがだけ、下にはみ出すようになってるんで、また揃え直す。で、かかと側は少し、内にというか前にですかね。前に斜めになるようにして、まあ、今アウトラインが少し、この点、曲がっちゃってるんで、そこもまっすぐになるように、トランスポーズのムーブで、動かしてあげます。で、後ろから見た場合、かかとヒールのところ若干細くなるとなった方がよりセクシーだと思うので、まあ、一口ローファーって言っても本当形いろいろなので、必ずこうだってあんまり言いにくいんですけど、まあセーラー服に、まあ学生さんが履くような、ローファーであればこういう形が多いんじゃないかなと。ああ、ただちょっと今、かかと自体が歪んでるせいで、靴の形も歪みますね。まあ、ポーズに合わせて若干足が歪むっていうのはよくあるので、あんまり、気にしてもしゃあないというか、どうせポーズに合わせて配置する際にまた歪ませるんですけど、作ってる最中から歪んでると、正しい形がわかんなくなるんで、ちょっとその辺は矯正して直して、置きます。で、ローファーの、足を入れる口の部分って意外と広いですよね。なんで、もう少し広くてもいいのかなって。まあ、資料を見ながら、同じぐらいの角度で見て、合ってるかなっていうのを、
チェックしてます。もうちょいかな。なんだったら LINE を1個消してもいいかもしれないですね。ここら辺を不要に1回消して。LINE が密集してると動かしにくくなっちゃうので。で、消して、LINE を消してしまったところを同じくらいのポリゴンの密度になるように周辺の方から、D モデラーブラシのスライドのエッジコンプリートでスライドさせて、同じぐらいの密度感でポリゴンが並んでるように調整します。で、つま先はもうちょっと尖らせておこうかなっていう。で、土踏まずのところもう少しえぐれてる方がいいかなとか、ソールの上のあたりですね、最初押し出しでソール作った関係上ちょっと垂直になりすぎてるかなっていうところを、少しこうムーブブラシを折るとき押しながら、折るとき押すと光線方向に動く、まあインフレートと同じ動きになるんで、これでもって形を膨らませる。あとはですね、まあ資料と見比べながら、やっぱちょっとずつ形を合わせていく。っていう地味な作業になっていきます。これちょっと資料かな。別の資料、別角度。もうちょっとかかと側の高さが低くなりますかね。これぐらいでもいいのかな。ちょっと資料とにらめっこしながら調整を繰り返します。
で靴底の方とか、でちょっとポリグループ変えて、この緑の面ですね、ここをちょっと下にカーブさせる。で今動かしているのはムーブ、トランスポーズムーブのオルトキーを押しながら真ん中の丸をこう動かすっていう形で、これでへこむようになってるんですけど、ここら辺の位置がここですね。マスクで囲ってる2つのポイント、線で書くと、わかりづらい、こういうカーブになってるので、こう赤い線のようになってほしい。で、これは、まあ、あとで1ポイントずつ動かしてもいいんですけど、調整できて、ここのカーブ、ブラシのオプションのカーブのところ、これトランスポーズでも有効で、ここのカーブを直線にしてあげると、こうですね、赤線のような形を描く動作になります。まあ、いちいちここを調整して動かすのかっていうのは、まあ、時と場合によるっていう感じですけど。で、こんな感じで動かしまして、ちょっと資料いちいち切り替えるのも面倒なので、スポットライトに集めましょうか。で、自分が資料を見てるときは、スポットライト、にまとめることが多いです。あ、またなんか荷物が来ましたね。ちょっと中断します。はい、まあこんな感じで配置したのを保存しておけば、まあ次回また見やすい。この配置で見れると。まあ、例えばなんか消したりなんだりして、もしくは再起動とかしても、スポットライトも一回読み直してあげれば元に戻せるので、
まあ、これ資料見るのに見やすくていいんじゃないかなと。かかとのあたりちょっと絞りすぎてますかね。ブラの強さを変えて、ちなみにブラの強さはですね、ここです。プリファレンスのトランスポーズのマスクブラーストレングスってところで変えられます。こっちのマスキングでのところにないそういう設定がないっていうね、なかなかすごい隠れたところにあるんですけど、まあ、ここでブラーの強さ変えて、動く範囲を変更して形を調整します。で、ローファーは、一応、ダイナミックサブディビジョンだけで作る想定でやっていきます。で、まあ、自分の作り方として、じゃあ昔からのリバイドでやる場合と、ダイナミックサブディビジョン使う場合で、まあ違いとしては、スカルプトするんであれば、通常のディバイドを、ここですね、サブディビジョンレベル増やしていく。で、スカルプトしないんであれば、こっちのダイナミックサブディビジョンを使うっていう使い分けなんですけど、まあ靴は何もしなきゃ、ダイナミックサブディビジョンのままでいいんだけど、つま先とか曲げてシワを入れるとか、の場合に、まあ、昔ながらのディバイドの方に切り替えるかもしれないですね。まあ、とりあえずダイナミックサブディビジョン前提で作ります。で、ソールの厚みをつけたいので、やり方としてはいくつかありますけど、まず一つとしては、エクストルードのポリループで、厚みをつけます。で、上のね、こちらの厚みは確かに欲しかったんですけど、下の方はいらなかった。で、ここを消すのに、コラプスのポリループで、ペッと消してあげる。まあ、これ、エッジをですね、こう、結合させるというか、消すというか、スティッチでいうところの、こことここをくっつけるのと同じ動作の。で、それをポリループで行うと、こんな感じに消えちゃう。っていう動作です。まあ、こうやって厚みをつける方法もありますし、戻して。こうインサートでエッジを足して、そこをマスクして、反転して、インフレートで、
段差を作るっていう方法もありかなと。まあそれもあるし、まだあるかな。まあもう一回、まあインサートでエッジを増やしてから、靴底全体の幅を広げてあげる。まあ、これが一番いいですかね。で、さっきダイナミックサブディビジョンで作っていくって言ったので、エッジの部分にクリースをつけます。で、クリースつけたいところは自分はポリグループ分けて、クリースの、このクリース PG っていうクリースポリグループスボーダーっていうボタンで、ポリグループの境目に従って一発でクリースをつけるっていう方法をよく使います。で、これ何がいいかっていうと、まあ、なんかこう、インポートとかエクスポートとか何かの都合でやんなくちゃいけないときに、クリースの情報が消えちゃうんで、OBJ とかで出すと。で、ただポリグループの情報は残るんで、で、その残ってるポリグループの情報をもとに、もう一回クリースをボタン一発で付け直すことができるよという、ことができるので、自分はクリース PG をよく使います。で、こうやって、ダイナミックサブディビジョンしてみるとわかるんですけど、ちょっとこの辺にのエッジがきついかなと。もうちょっと下側に緩やかに曲がってる方がいいかなと思いますので、この辺ひたすらちょっと少しずつ動かして、カーブ具合を変える、曲がり具合を変える場合もあるし、弱いスムースで変える場合もある。あ、で、スポットライトの画像を表示したままだと通常スムースできないので、ブラシのサンプルのスポットライトプロジェクションっていうのをオフにします。で、こうすると表示しながらでもスカルプトが行える、スムースもできます。自分はよくオンオフするので、カスタム UI で見えるところに置いてます。
で、こちらの参考画像から、この辺のラインですね。今、青で線を引いたラインとかを、データの方でも形を変えて再現しておきます。こうですかね。そしたらいよいよ、別パーツとしてこの部分、青く線を引いた部分を作ります。で、やり方としては、元の靴をどんどん再利用していきますので、さっきの、青く線を引いた部分のパーツを作るのに、不要な部分だけどんどん消していきます。こうかな。この辺だけ残すと。ここを削除。で、残したポリゴンに厚みをつけて、の前にもう少し形を整えようか。厚みをつけてから、こうやってムーブブラシでぐいぐい動かすと、ちょっと実際にやった方がいいかな。厚みが不均一になったり、厚みの面が斜めになったりするので、まあ、こういう感じで厚みをつけてから、まあ、例えば動かすと、そうですね、最初はこの厚みの面とか崩れてなかったのに、こう一部だけ斜めになってたり、こう薄くなったりとかしちゃうので、
ある程度形整えてから厚みつけた方がそういったことはなくなるかなと。イギリスから視聴してくださる人がいるみたいですね。こんにちは。あと、まあ、作業しながらの、まあ、ローファー制作ですけど、まあ、まあ、可愛いローファーがということで、ありがとうございます。まあ、もうちょっときちんと作っていくんですけど、なんだっけ。まあ、こんな感じで、別パーツとして作っていきますが、で、こういう場合何がいいかっていうと、ここのポリゴンの、数と、まあ、今別パーツで作ってて今赤い線で引いてるポリゴンの数っていうのが一致してるわけですよね。ダイナミックサブディビジョンとかで、スムースかけた場合でもそのスムースのかかり具合曲がり具合っていうのが一緒なのでですね、まあ、ここにできる段差とかに、段差を、まあ、なるべく簡単に揃えることができる。これがですね、まあこう厚み作って、まあ、ダイナミックサブディビジョンちょっとクリスつけますけど、でこれで今段差っていうのは曲がり具合一緒なので、まあ、均一になってますよねっていう。でこれが例えば全然別のポリゴンの割り方位置とか、ちょっと失礼出すのがちょっと大変。例えばこういうキューブからキューブを曲げて、でさらにここからのデフォーム、ちょっと確定して、およ。あれ？まあ一回ちょっとポリゴンの割り方を変えちゃえば大丈夫ですよ。よっ。お、なんでデフォーマーすると正方形戻っちゃうの？あれ？形の形状っておやおや？おやおや？無理やりメイクポリメッシュ 3D からのインサート。まあちょっと話したいこととは論旨がずれてるんで、でまあこんな感じで曲げて、
とかでも、まあ、似たような形にはなるんですけど、ポリゴンの分割数が違うので、位置調整をしないと、例えばここですね、こちらの段差と赤線で引いた段差と黄色の線の段差がの高さが、黄色が薄くて赤が厚いみたいなことになっちゃうわけですよね。で、まあこれはポイント移動すれば調整はできるんですけど、これがですね、さらにまあ靴が完成したとして、まあ足を動かすとかなってくると、またずれちゃうわけですよね。で、そういうずれを作らない、まあ、ずれても直しやすいように、このポリゴンの割りっていうのを別パーツでもなるべく揃えておく、分割数とか、もっと別の例を挙げると、例えばこうちょっと形を変えますとかっていう時に、こうマスクしてブラしてとか、厚みを増やすんですとか、こうつま先の幅を変えるんですとかいう場合に、まあ同じマスクのブラのかかり具合になってくれるわけですよね。ところが全然違う、ポリゴンのパーツとかを持ってくると、こうブラのかかり具合とか変わっちゃうので、同じような曲がり方にならない、で結果ずれるみたいなことが起きるから、まあ、なるべく元の形状から使い回して、ポリゴンの並びっていうのをなるべく似たような揃った状態にしておくといいんじゃないかなと思います。で、これ今例えばソールの部分と上の部分くっついてますけど、でこれもよくあるのは、ちょっとつま先のもうちょっと曲げてとか、まああるわけなんですけど、曲げたいっていう、思う時もあるし、何かしら仕事だと修正で曲げてくださいみたいなのもあるんで、そういう時にソールが全然別パーツだと、こうやって曲げた時にずれちゃうんですよね。位置がソールが離れたりで、一体で作っておけばそういう心配がなくて、まあ、曲げやすい、修正の対応がしやすいっていうので、こうやってソールと、まあ、上のカバーの部分一体で作ってる。で、何でもかんでも一体で作るのはそれはそれで大変なんで、まあ、別パーツにするときはあるんですけど、別パーツにするときもちょっとポリゴンの並びっていうのを気にすると、何かと調整しやすくなるんじゃないかなと思います。で、これは、内側にも厚みを増やして、インフレートのポリグループボールで、人体構造ってどうやって学びましたか？人体構造の本は、
このスカルプターのための美術解剖学っていう本をよく見てます。確か最初は英語版しかなかった本今はアマゾンとかで買えるんでしたっけ？買える。この本をよく見て、ます。で、最初これはキックスターターで注文した、キックスターターだっけ？何かしらのクラウドファンディングで注文した人だけが、買えるものだった。で、最初英語版しかなくて、で、英語版も持ってるんですけど、その後翻訳されたものがあるので、改めて買い直してます。で、あとは、3D スキャンのデータとかもちょこちょこ買って勉強に使ってます。そうですね、ボンデジさんが販売してるんですね。で、そうですね、あとは何かな。あ、でもこの本のシリーズで顔に特化した方の本あるんですけど、そっちはあんま見ないですね。まあさすがにちょっと美少女フィギュアとかとは違いすぎて、なかなか参考にならないというか、なりにくいというか。まあただ、人体の構造として抑えるところは美少女フィギュアでもあるので、その辺はまあインターネットで調べて、知識としては、知っておくようにしてます。で、次、ですね、ローファーの続きですけど、まあここのベロの部分を作ります。で、これはどうやって作ろうかなと思った時に、この辺のエッジから延長して伸ばして作れればいいよね。ただ V ブラシはエッジだけから押し出しみたいな動作ができないんですよね。旧メッシュで一応エッジからの動作あるんですけど、こうなっちゃうんですよ。いや、そうじゃないっていう。欲しいのは、ここからこうした時の、ここは不要で、ここだけが欲しいんだっていう動作なんですけど、まあ単純にそういう動作はできないので、じゃあどうするかっていうと、一旦厚みなり蓋なり、まあその押し出すための別の面を作ってあげないといけないですね。で、どうするかって言ったら、クローズホールでここを穴を埋めまして、で、インサートで、押し出すための面を作ります。で、インサートするときに、シフトキーを押すと、動作が変わりまして、
通常だとこの比率で、比率の間に来るようにここのこの間この間の、なんて言っていいのかな、まあ要するに例えばここからスタートしてみんな等距離にの位置にラインを引いてるわけじゃなくて、まあここの線が長いところと短いところだと、距離が変わっちゃう。絶対的な同じ間隔の位置に線を引いてるわけじゃないんですけど、なんか説明下手でちょっとへこむな。それシフトを押すとその動作が変わりまして、比率じゃなくて同じ距離のところに引くよとか。という動作に変わるんですが、なんかおかしい。あれどっちだっけ。まあ比率の場合と絶対距離の場合でオプションがシフトで変わりますよっていうのを言いたかっただけなんですが、まあ、とりあえずは。で、こうやって面を作って、ベルを出すところからの押し出しですね。ちょっと中断します、ね。すいません、今日はなんか来客が多くて、とりあえずベルの部分の面は作ったんで、ここを押し出しでニャッと、でちょっと不要な部分は一旦消しちゃいます。で、作った面をの形を変えて、で資料の靴に合うように変更します。エッジの位置が悪かったらスライドして。並びを整えつつ、こんな感じかな。この形状がちょっと違う。
幅を狭めて、で、こう足のところを入れる穴、今板ポリで穴開いちゃってますけど、3D プリントとかやるのであれば、まあこれは板ポリはダメなので、何かしら穴を埋めるなり厚みなりをつけないといけないというわけで、クローズホールでやってみますけど、なかなか強烈な形になっちゃってるので、もっと靴として穴のへこみは入れておきたい。で、まあ、このクローズホールの状態から、まあ、インサートでエッジを増やして、で、グループ変えてこんな感じにして、あ、まあこっちでもいいかな、このやり方で。で、この辺、ベロの部分ですね。こんな盛り上がってるのは困るんで、ポリゴンのトポロジーを変えちゃって、逆。づらい。こうやって盛り上がりを、なくしてしまいます。グループ変えておくと分かりやすいかなと思いますけど、こういう面ですね。で、現段階で、靴を分割した時の、足を入れる方向とかまで考えておくと、後々楽になります。で、例えば擬似的に、ブーリアンをやりまして、まあ、切った面がこんな感じになってますけど、この辺ですね、この辺ちょっととんがっちゃってる、マスクで囲ってるあたりが邪魔になって入んなくなっちゃうんじゃないかなと思いますので、そういう面はあらかじめ直しておきます。マスクのこの黒さのせいで見にくいなと思ったら、マスキングの
のビューマスクオフにして投げるとマスクかかったまま見た目上はマスク表示消えるので作業しやすくなると思います。ブーリアンしたままでもこのように、スカルプトなりムーブでポイントの移動なりはできるので、これであのブーリアン後の形状を確認しながら形の変更ができます。でこうやっておけば、3D プリントもできるし、足の、差し込みもできるんじゃなかろうかと。ただ今この辺段差ができてますよね。で組み立てる分には問題ないんですけど、こういう段差がブーリアンの跡っていうのがどうしても隙間として見えちゃう。でその隙間の見せ方によって、目立ったり目立たなかったりするので、これブーリアンの跡は、実際の足と靴の関係と同じようになってた方がより自然です。どういうことかっていうと、この襟の部分をですね、かかとの部分後ろに動かして段差ができないようにしておく。靴が外側にあってその中に足が入り込む、実際の、構造と同じような位置関係にしておくと、例えばこう足と靴の間に多少の隙間ができてもそんなに不自然に見えない。これが逆になってこうめり込んでるような状態での隙間だとおかしく見えちゃうっていうところですね。あの靴とかもそうですし、あとデジタルでありがちなのは、水着とかのブラの部分とかですね、ああいうところに見える段差がこう変に、肉にめり込んでてなんか変に見えるっていうケースがあるかなと思います。データ上だと隙間がそもそもないので、ないというか見えないのであんま気にならないんですけど、実物に置き換えるとどうしてもデータほどピタッといくらパテですり合わせても完璧に一致するわけじゃないんで、そういう時に見える隙間ってのが、元のデータでどういう風に作ってたかで結構見え方変わってくるんじゃないかなと思います。まあこんな感じで、できました。で、一個注意したいのが、こう別パーツで作ったものの厚み、これがですね、これもブーリアンの対象になるんですけど、これは足にめり込んでると、ブーリアンした、ブーリアン。ここですね。
まあ、わずかな段差として見えてしまう、この囲ってる部分で、これも実際組み立てるときは何も支障ないんですけど、まあ、磨いたりするときにこう角が増えると、そこをそれだけあの磨く面が増えてるのと一緒なので邪魔になっちゃうんですよね。邪魔というかあの手間が増える。であの自分で作って自分で磨いてる分には、あ、なんかここ変になってたけど、まあどうせ見えないとこだから気にしないでいいやって、あのこの角を潰すつもりで磨いててもいいんですけど、まあ、例えば仕事の場合、自分の場合とかだと結構自分はデータしか作ってなくて磨く人別とかいう場合もあるので、そういう時にこれは何だろう、残した方がいい角なのか潰してもいい角なのかっていうのは磨く人から見ると分かんなくなっちゃうんで、そういう謎なエッジを作らない、手間を増やさないために、こう変にめり込んじゃってる部分は内容に調整します。あとはですね、変な隙間を作らないっていうのも一つあるかなと思いますけど、パーツの重ね合わせで、データ作ってきますけど、その時にこう変に見た目はあの重なってるんですけど、なんか空洞が残ってるみたいな、例えばこう今は完全にめり込む形にしてますけど、こんな感じでですね、中に空洞が残ってますよと。ただし表から見たら分かりませんみたいな、こういうのを何かしら 手作業でなんか修正がありましたとか言って、なんかガリガリっと削ってる時に変に空洞が出てくるとですね、あのその面の加工がとてもしにくくなっちゃうので、なるべく空洞を作らないようにしておきます。例えばちょっとこの足の甲の高さを変えたいなみたいな時に、単純に削ってもう消えたディティールを掘り直そうと思った時に変な空洞ができた穴とかになると、そこだけまたパテで埋め直してとか余計な手間が増えるので、そういったことがないように、空洞を作らないように注意しておきます。で、結構いい感じになってきたかなと思いますね。で、徐々にディティールの部分に入っていきますけど、まずここの縫い目、どこのことかというと、ここですね。この黄色い線をで書いたところの縫い目を、筋彫りで再現します。でもっと本当細かくやるんであれば、スティッチブラシとかでディティール、本当糸のディティールを入れていくところなんですけど、これは7分の1、まあ、23センチぐらいの想定なので、実際の靴でやったら、どんなもんだ、何センチぐらいかって言ったら3センチぐらいかな。
なので、縫い目までは再現できない、大きさ的に。なんで、仕方なく疑似的に筋彫りで対処します。で、筋彫り入れる際に、今、ですね、ここら辺とかは幅広くなって、こちらは狭くなってとかなってるんで、それは筋彫りの線がぐにゃぐにゃって曲がってるように見えちゃうんで、ここですね、その今青くポリグループ変えたところの幅を均等になるようにリモデラブラシのスライドとか、もしくはムーブブラシで、調整します。おいで、インサートでエッジを増やして、で、ここの幅ですね、これが、筋彫りの幅になるので、まあ最小 0.2 ですけど、通常は 0.4 とか 0.5 ミリぐらいの幅は欲しいですね。 0.2 一応形にはなりますけど、ほとんど消えかかっちゃうんで、あまり有機的なもの、服とか靴とかに対しては使わない方がいいかなと思う。ほんとメカの浅いディティールとかのところに入れるぐらいの幅かなと思います。で、実際今これ何ミリよっていうと、あれ、あれ、あった、一番最初に配置した基準の棒でですね、これ短辺が10ミリ、長辺が230ミリですけど、トランスポーズユニットっていうところのキャリブレーションディスタンスが10になってますね。で、これは10ミリっていう意味に相当します。リブラシのすごく、わかりにくいところで、絶対的な距離感っていうのがリブラシの中にないので、設定次第でこの10ミリってのを10センチとか10メートルとかにもできるし、他のソフトで作った10センチのつもりが10ミリになってたりっていう場合もあるんで、基準を作っておくというのが一番重要かなと思います。で、その基準として今この短辺を10ミリとしてます。で、ここのメモリがありますので、ちょっと大きなメモリが1ミリで、小さいメモリは 0.1 ミリですね。さっきの靴に戻ってアクションラインピッと引くと、まあ、0.2 ミリぐらいしかないですね。なんで同じぐらいの幅で、もう一本線を引いて、この2本分で約 0.4 ミリの幅となります。で、今真ん中になってる線をへこませて V 字の筋彫りにします。で、どうするかといったら、エッジアクションのマスクエッジコンプリートで、このように全体をマスクして、ただし筋彫りする必要ないのでマスク解除して、
からのトランスポーズのインフレートの動作ですね。で、スイッチボリにしてあげる。で、ここにクリースも設定してあげる。で、クリースの設定はポリグループ分けてやっておくとボタン一発でできるんで便利ですよと。ちょっと深すぎかな。まあこんな感じで。靴の厚みに相当するところにエッジが立ってると、まあメカっぽい硬さの印象になるので、これはポリグループ一緒にしちゃって、フリースのエッジが立たないようにしておきます。で、ここまでやって、まあ、ちょっと筋彫りの幅とかのせいもあって、ですね、ここの幅狭くないっていう印象なので、若干そこは後で位置調整も行います。こうやって筋彫りのところ以外をマスクして、ムーブブラシとかで、全体の位置をずらす。なんか変な突如になってますね。まあ別に見えない部分なんでこのままでも構わないんですけど、ちょっと気持ち悪いんで、エッジアクションのアライン、これアライン整列って意味なんですけど、これこうなんですかね、等間隔にこうクリックした間のエッジを等間隔に揃える。あ、シフトを押すと等間隔ですね。シフトを押してないと、この他の、モディファイアとかの設定に従った並びになるんですけど、シフトを押すとこう等間隔に一直線に並ぶので、これでもってなんか今、筋彫りの移動とかしたせいで、変に盛り上がった。エッジを並べ直してます。ここですね、急カーブになってるのでポリゴンがこう変に、まあ、クリースの線もあって引っ張られて重なるようになってます。で、こういうのはまあライブブリアンとかしてると、まあ、ポリゴンがこう、脇の下とか自己交差してるところ勝手に消えてくれるんですけど、3D プリントのエラーの原因になるので、こういう変に重なってるところをポイントでクリースつけて解消してあげます。で、次、かかとのところにもちょっと何ですかね、縫い合わせの段差があるので、ここは筋彫りじゃなくて、実際に高さを変えて再現しようかなと。で、どうしたらいいか、ちょっと悩ましいんですけど、ですね、
旧メッシュを使えますかね。まあ、段差のところ、こう、ポリグループ分けて、文字、ここまでか。で、エクストルード。で、すると、ここに繋がってない段差ができちゃうんですよね。で、それが嫌なので、一旦ここに、インサートで、エッジを追加して、旧メッシュ、ポリグループ。で、グループ分けたところを段差にしてあげます。で、そうすると、旧メッシュが、この追加したエッジのところまでですね、勝手にこう、ポリゴンをくっつけてくれるんですよね。この中見ても、くっついてるから、ポリゴンがないと。くっついてない段差になってないって。まあ、形としてこう、まあ、形ポリゴンの、構成として、変竹林じゃない。まあ、ちょっと、言い方としてあれですけど、まあ、まあ、気持ちのいいポリゴンの構成になってくれてると。で、ポリグループの並びを変えて、ここまで一緒のグループがいいかな。こんな感じにしておくと。あ、でもこれ見ると、なんかちょっとカーブかかってますね。これを再現し始めると、まあ、どんどん、ポリゴンの割り方が複雑になっていくんですけど、まあ、こういう単純な、形状からちょっとずつ変えてディティールを再現していくのがいいと思いますので、そうですね、まあ、やり方は2つあって、ムーブブラシです。単純にポイントの位置をずらすことによって、資料の靴と同じような、ディテールにするか、ポリゴンの並びそのものを変えて対応するか。で、そうですね。個人的には、ポリゴンの並びをきちんと変えて整えてっていう方が、好きなんですけど、まあそれもそれで時間がかかるし、まあ、ポリゴンの並びを変えていきますかね。まあここでさっきの、リモデラーブラシでのちまちました、手動リトポというか、手動でトポロジーを変えていくっていう作業をしていきます。で、まず、斜めの線ですね。この斜めの線に相当するところを、ブリッジで斜めの線を引きます。
もっと下から斜めかな。こっちからの方がいいか。で、そしたら、旧メッシュで盛り上げた部分をまた旧メッシュで戻す。このポリグループ一体化して、まあ、同じグループに分け直して、で、まあそれでちょっとは近づきましたね。で、ここからはムーブブラシへの形の調整で対応します。で、動かしたくないところはマスクとかして、段差の高さを調整したり、カーブの曲がり具合を調整していきます。で、一応クリセ使ってるんで、これでも綺麗になるんですけど、まあ、性分といいますか、感覚的になんか、エッジに三角が残ってると、まあ、このように汚い、スムースのかかり方になるので、スムースというか、サブディビジョンの丸め方になるので、なるべくそういうところは、まあ、靴の最初作った時と同じように、こんな感じの、まあ、ループポリゴンの並びになっててほしい。ので、あんま意味ないっちゃ意味ないんですけど、ちょっと並べ替えようかなと思います。で、どうしたらいいかなと。思ったら、ブリッジでまたここ線を引いて、スプリットでポイントを追加して、追加したところに対してブリッジ、でここのエッジを消すと、なんかここは対処できました。で、次、同じように、同じようになるか？ここ。
エッジを足してスプリットでポイントを増やして、ブリッジでそこに向かって線を引く。ん？ダメじゃん。ダメダメ。これやり始めると、ポリゴン脳ができてないと、うまくポリゴンの組み替えってできないんですよね。これ、N ポリゴン、5角形以上作れるときは、とりあえずポリゴンまとめてから自由にエッジを引いてとかできるんですけど、イブラシができないので、なかなか難しい。ですね、どうしたらいいかというと、こうして、こうか、こうすればいいのか。だからこうして、こうして、あ、ダメだ。三角できてんじゃねえか。ああ、まあこれである程度綺麗にはなってんだけど、なってないところもあって、ちょっともやもやする。まあ一旦やりやすいところはどんどんやっちゃいましょうか。まあ妥協してこんなもんで。で、次のディティールですね。ここ。
ここの盛り上がり部分ですね。ここもちょっと縫い目、結構太い紐でがっつり縫ってあるんですけど、単純に盛り上がってるだけのディテールに省略しちゃいます。で、そういう時どうしたらいいかというと、エッジを足しまして、形を。マスクとインフレートでアーチ状に。で、ここだけは別のポリグループにして、クリースを設定して、このように盛り上がりを作ります。で、反対側も同じようにエッジを足してからの、マスクラストってマスク100%かかってない時もあるので、そのせいで形が崩れる時があるっていうのがちょっと注意点ですね。おお、マスクがなんかおかしくなってる。対してこのマスクカーブとかの方はマスクされたところ100%になるので、マスクラストのようなトラブルはないかな。ただちょっとどこマスクしてんのか見えない時があるんで、さっきみたいな想定しないところマスクされてなくて動くみたいなところは注意ですね。今思ったんですけど、ここの厚み薄いな、どうすかな。ちょっとベロのところのへりの厚さが薄すぎて、これ出力したらなんかここだけ欠けるような気がするので、よ、ここですね。ここの厚みを増やします。
で、次は、この黄色の線の盛り上がり部分ですね。これを作ります。で、ポリゴンの並び的に、資料のディティールを見ると、この青い線の延長線上として、伸びてるところにディティールがあるので、ちょうどよくポリゴンの並びが、ここから延長していく、このライン、今マスクしてるラインあたりに、ディティール追加していくとちょうどいいのかなと。というわけで、どうしたらいいかなと。一旦ここを消して、資料を見ると結構つま先側に広がってますよね。まあ伸びてるので、これか、これがもっと前に出てないといけない。ちょっとマスクしやすいようにグループも分けちゃいましょうか。で、移動したことによって周辺のエッジもちょっと歪んじゃってるので、そこを矯正して直しておきます。で、エッジを足して、もう一度エッジを足して、で、真ん中のエッジ盛り上げて、じゃないっすね。押し出しの方がいいかな。ここ別グループにして、別グループをエクストルードのポリグループホールで押し出すと。で、こっちの幅広くて、またここも狭いみたいになってるんで、押し出す前にまた幅の調整揃えてからやった方がいいですね。
で、調整してからエクストルード。で、資料を見ると、こう、斜め上に広がってるというよりは、結構垂直に立ってるようなので、そこの形状は再現して、位置を移動しておきます。で、ダイナミックサブディビジョンで表示して、なんか表示おかしいですね。なんかしくったか。合ってるか。なんか自分おかしいですね。なるほど。中に面ができちゃってるんですね。これを消さないと、おかしいので削除してフリップして、はい、これで OK です。あとはダイナミックサブディビジョンの状態で資料と形が合うかにらめっこして、ちょっとずつ形を整えます。で、ポリゴン編集のために一時穴を開けておいたので、そこを埋めます。で、ここブリッジですね。エッジアクションのブリッジで、まずここ三角形に埋めて、次四角形で、どうせ見えないんで、こういうところはもう別に三角形でつながってればいいでしょうという判断です。で、ポリグループまとめ直して、で、そうするとこの足の甲で別パーツで作ってたやつの位置関係がちょっとおかしいっていうのが分かってくるんで、資料を見ながら位置をちょっとずらす。
まあだいぶ靴らしくなってきたかなと。ちょっと歪みとかありますね。やっぱ上から見たりしたときに、足の甲とかで形が合わないので、これはちょっと関係がまだ正しくないってことかなと。まあ、いつも見てるこういう斜め上からの視点じゃなくて、いろんな視点から見て形が合ってるのか、っていうのを何度も確かめて、制作を進めていきます。ちょっと長すぎるか、さすがに。むしろかかとの前後幅はもうちょっとある。下から見た時のかかとから土踏まずの形がおかしい。ちょっとえぐれすぎ。などなどをチェックします。これは、あれですかね、面をもっと増やした方がいいかなと。で、こういう時は、旧メッシュのポリループのフラットで、この辺まで。で、フラット、ポリループは、まあ、ループしている一連のつながっているポリゴン。ってことですけど、このターゲットポリループフラットにすると、一定の角度、折れ曲がってるところまで、ポリループの中でも折れ曲がってるところまでを、そのアクションの対象にしますよっていうことなんで、自分としてはこの辺のつもりでやってたんですけど、あれ？あ、途中までですね。なんでや？謎。わかんないんで、ポリグループを新たに設定して、ちょっと並びを整え直し、
直して、でかかとの高さ揃えですね。トランスポーズムーブで移動してからの、リピート動作あれ、なんか消えちゃった。あれ、なんか間違って消してたみたいですね。で、ちょっと戻って、ここのポリグループの曲がり具合をトランスポーズのムーブで調整すると。つま先の形とか、ここ丸い方がいいかな。丸めてしまいたい。グループ一緒にして、クリスピー G でクリースをつけ直す。ここは一緒のグループの方がいいんじゃないか。ちょっと高さをつける。どうかな、こっちグループ一緒の筋彫りの方がいいかな。ここのポリゴンの並びを変えて、もうちょっとここの厚さの付け方が不自然なのを変えたいと思います。
ここに一つ面を追加することで、ちょっと段差の、なんだろうな、厚みがつく段差の開始位置が、なんかちょっとおかしい、ずれてるように見えてたのを解消します。これはスプリットで、面を、この面を増やしてますね。OK。別パーツで作ってたやつ、全部グリースでエッジつけてますけど、さすがにちょっと硬い印象なので、ある程度形も固まってるので、縁の部分はグリースではなく、エッジを足すことで、角を少し立てつつ丸める。グリースだと完全にエッジ立っちゃうんで、これは嫌だなぁと。ですね、これは全部同じグループにして、これはそれぞれ別のグループでまとめて、グリース設定して、ちょっとミスった。こういう状態ですね。ちょっと丸くなったので、他のところと比べて、悪目立ちする感じがなくなったかなと思います。こういうところで、ディーマドライブラシにベベルあるんですけど、まあ、ベベルでも似たような効果になるんですが、いろいろ足の着地の姿勢に合わせて靴を変形しながら合わせていくんですけど、まあ、そうやって変形してると、ここのエッジの何ですかね、位置関係がちょっと歪んでずれる場合があって、整え直さないといけない。なんだったらもう一回消して、もう一回エッジ引き直した方が簡単っていう時が出るんですけど、ベベルにしちゃうと、やり直しが効かなくなっちゃうので、他の DCC ツールなら、ベベル自体をこう、まあ、いわゆる非破壊って呼ばれる、ベベルをつけたり、外したり、いつでも自由にできますよっていうことができるように作ってるソフトあるんですけど、Z ブラシ一回こうやってベベル入れちゃったら、ポリゴン自体が、変わってるんで、例えばここのラインをこう崩しちゃうとですね、厚み自体が変わっちゃうんですよね。最初のベベルつける前のこの厚みから。なんで、まあベベルとかではなくて、単純にライン引いて、このラインの距離でエッジのきつさってのを調整する方がいいと思います。
ですね、3D プリンターの STL 出力したときにクリスの設定が残るかっていうのは、これを、まあ、ダイナミックサブディビジョンとかもそうなんですけど、単純に STL で出すと残んないんですよね。残んないというか、まあ、この状態で出しちゃう。例えば、今出してみると、靴にした方がいいか。まあ今、ダイナミックサブディビジョンかかってる、クリーズも全部ついてる状態ですけど、これを STL で、出すと。で、そうすると全部消えちゃうし、例えばこれを、別ソフトで見てみる。これ Netfab って、STL のデータのエラーがあるかどうかとかチェックするソフトですけど、これで見るとカクカクになっちゃってますので、ダイナミックサブディビジョンは消えちゃうし、クリースもポリグループも消えちゃいます。じゃあ、どうやって 3D プリントしてるするときに、この見た目の形状をそのまま残すかっていうと、形状をですね、まあ、ベイクするとか、まあ、固めるとか、いうことを言うんですけど、ダイナミックサブディビジョンの場合は、アプライをして、これだと、アプライをすると、従来の、マルチサブディビジョンレベルに変わってるんですけど、これはクリースとかポリグループとか残ってる状態。で、このまま STL に出せば、このままの形状が残ってます。STL で出してもう一度見てみますけど、まあ、こう滑らかなままだし、ソールのエッジとかも残ってるし、なんでこう、ただしこれをインポートし直しても、クリース の設定とかは消えちゃってます。形状としてはちゃんとエッジ立ったままですよっていうだけです。質問の回答になってましたかね。ちょっとソールの段差が、段差低すぎかもしれないですね。データ上はっきりと段差できてますけど、 3D プリントするとやっぱりこうスケールがちっちゃいんで、全然段差ないみたいになってしまうケースもあるので、ちょっと過剰につけておいた方がいいと思います。
で、あとは最後に、最後じゃないね。まだ形が整ってないので、ちょっともうちょっと調整を。で、最後に、なんですかね、足の甲のリボンじゃないし、紐じゃないし、みたいな。まあ、飾りをつけます。これも、元の形状から、ポリゴンの割り方をガリガリ編集して。まあ、こういう作業が気軽にできるようになったのは本当 D モデラーブラシのおかげというか、ちょっと角つきがでかいかな。これを、で一応ずらして。で、さらにどんどん元の形状から派生する形で作っていきます。旧メッシュがいいかな。シングルポリゴンをターゲットにして、スパスパッと。で、デフォーマーで、ちょっと、台形状に形を変えて、ハードの方がいいかな。ハードで。ハードだと、説明が難しい。まあ、例えば、こう、ハードでやると、こう、動かした部分だけ、変形するんですけど、これはデフォーマーのソフトとかだと、まあ、引っ張られて
周りも引っ張られるような動作になります。で、現状はこれを台形状の形にしたいので変に丸くなってほしくないからハードで、変形すると。ほら、なんか変な形になってる。全体を丸めたいみたいな時は、デフォーマーソフトを使うといいと思います。これ通常の、ここメニュー3つあって、デフォーマーとデフォーマーハード、デフォーマーソフトってありますけど、じゃあ左端のデフォーマーの、このスムース、リースムースネスとか X スムースネスとか、ここでハードかソフトかっていうのは軸ごとに選べますので、まあ、ここだけ調整すれば、こっちのデフォーマーハードとかソフト使う必要はないんですけど、まあ、もう全部ハードでいいんだよみたいな時は、最初からデフォーマーハードを選択した方が設定が少なくて楽っていうことですね。かなりディティールがちっちゃいんで、この程度の段差で出るかっていうと、まあ 0.2 ぐらいしかないですから、結構怪しいんですよね。かといってあんまり段差でかくしても、絵の印象と変わるんで、この辺の塩梅が本当難しい。
で、ここから、さらに、作るんですけど、シリンダーを用意します。で、デフォーマーのところにシリンダー 3D っていうのがあるので、ここから用意します。で、これで、シリンダーのセグメント数とか変えられるんですけど、まあ、まずは、16で、いいと思います。で、これでこうやって、シリンダーを移動しまして、で、ここ浮かせておくと、まあ、実物は当然、変にめり込んでたりしないんですけど、これすごくちっちゃいパーツなんで、別パーツとして最終的にできるかどうかギリギリのラインで、変に別パーツにしても、後々大変になるだけなので、ここはもう、なんていうんですかね、靴に埋め込んで一体型でいいんじゃないかなと思います。で、ちょっと末広がりにしたいんで、そこのところ、またデフォーマーで、このように、今、下の方以外を、一回マスクして、まあ反転。まあ同じ動作をこう、コントロールオルトで、マスクラスでかければ同じ動作になる。で、これで下の方だけ動くようになってるんで、これを青軸をオルトキーを押しながら、スケールのところを広げて、で、これで末広がりにしてます。で、あとは、隙間が出ないように、埋め込んじゃいます。で、ちょっとこう上に上げて、埋め込み具合を調整し、あんまりアンダーカットが強いとシリコンとかでも抜けなくなっちゃうんで、まあまあまあ抜けないなんてことはこれぐらいの大きさのパーツでそうそうないと思いますけど、で、あと紐になる部分を伸ばして、で、ここも太くしとかないと、ですね、まあ変にパーツ、紐の部分だけ埋め込まれずに浮いてたりとかすると、まあ 3D プリントした時に、まあ確実に壊れる場所になっちゃいますし、磨くのも大変ですので、それなりに太くしておきます。この辺も絵の塩梅とどれだけ細くするか太くするか。というとこですかね。で、複製してもう一本作って、位置を調整して、ちょっと長いかな、長いなと思ったら、デフォーマーで変えたりするのもいいし、こうやってマスクのブラーで調整して、トランスポーズのムーブ、あ、落ちた。で、
長さを変えるっていうのもありだと思います。でこっちは例えばデフォーマー使うっていう場合は、こっちの下の方だけ動くようにして、デフォーマーで長さを変える。まあ、マスクのブラーのかかり具合で長さを変える。まあどっちの方法もありだと思います。これもうちょい、そうですね。やっぱ紐のディティールが浅すぎるんで、これだと紐の部分、もっと、はっきり盛り上がってないと、プリントしたとき消えるな。消えるっつうか見にくくてしょうがないというか。でここら辺も全体的に高さは上げないとダメですね。まあこれぐらいであれば多分見えるディティールかなと思います。でまあダイナミックサブディビジョンで全部作ってあるんで、サブツールはマージしちゃいます。で、自分の場合は割とこの、まあ、2019でフォルダつきましたけど、パーツ増えると ZBrush 管理大変なんで、パーツじゃないサブツールが増えると。なんで、なるべく、こうやってまとめておくようにしてます。というところで、今回は、ちょうど時間ですので終了いたします。はい、まあちょうど靴が終わったところで切りよく終わりました。じゃあご視聴ありがとうございました。